はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。なんだ、カルチョビットは、岡山ピーターローズ戦ですね。やっていきたいと思います。いよいよあとわずか。さてですね、引き続きくるみを出さないで、試合をしたいと思います。ミオが結構さ、ミオとサツキが結構疲れてる。ニューダオサウに入れてオール女子。節子とヒロタを入れ替えて、萌えも今回オール女子の構成でいきます。ちょっと二丸も使えなくなってきたかもしれないよな。試合は、なるほど、この選手をマークしよう。一応アウェーですけど、こちらの勝率が上回っております。陸上競技場の中に設置されたグラウンドなのかな。さあどうなるんでしょうか。お、どうする。これファールだ。角を牽制をやったかな。おっと、サチコうまい。ここはあー、捕らえちゃった。窓かナイス。さあチャンス、ユーナ決めろー。ユーナ、この辺がユーナ。ユーナ強化しないといけないですよ。おっと、さあユーナ反応が遅い。さあ緑が持っていくと、ここは外に出そう。あと桃井がキープした。早いな桃井。幸子が反応が良くない。あーっと、最悪だこれ。やって幸子も反応できずに回されて、そこにここで幸子がアウト、耐えた。ピンチ、ここはなんとかしのぎました。オフサイドか。さあ、いよいよ。危なーい。さあ、届かない。どうだ？残念。なかなか噛み合いません。外に出ました。あーっとに、あーっと、ここは逃れた。はい、前半終了です。さあ
頭がもうバテてきてますよね。ひよたとか、あーと、そうか。これあっちだ。羽生田と変えましょう。これで交代枠は一人。使いましたが。ちょっと待って、ゆうながいます。ゲージが2つ、1つ下、変えましょう。おーっと、ちょっと危なかった。噛み合いません。捉えちゃいますね、ボールを。センタリング、これは、あやかが逃れた。あやかがいい仕事をします。みほから、まどかへ。そして、これは追いつかない。エリカにチェンジしましょう。エリカのほか、もう一つ様子を見ましょう。さあ、サチコが取った。そこからアヤカへ。さらに縦パスへ、ナナコ。あーっと。残念。まだ、交代できません。ファールだ。これはいけない。さあ、節子からひよたへ。おっと、ちょっと滑ったかな？あやかがバックパス、そこへエリカが？さあ、ナナコへ。すぐにセンタリングして緑が同点！見事。さあ、この流れを良い方向に持っていきたいところ。ナナコがもうライフがゼロになってますね。ガッツが足りない。あっと、やばい。あっと、すぐに点取られた。パワープレイで行くしかないのか。木田、これはうまく決められました。さあ、すごい緑がと思いきや、あと、エリカが、さらに、チャンスが続きますが、あーっと、押し戻されていきますね、どんどんと。さあ、ピンチだ。おっと、これはノーホイッスルで助かりました。しかし、ほとんどもう時間はない。さあ、最後のチャンスだ。夏木が、ね、出てきたが、敗れ去りました。まだまだ、いないといけないチームなのかな。ワンマンチームってことなんですかね。これがね、反応が遅い上にここで流されて、ボールを追うのに精一杯っていう感じはありますよね。これも危なかった。
このうまい三角蹴りですよ。さあ、7個に持っていって、これ、たんですが、うまくシュートが決められない。そのロングシュート。7個からうまいセンタリングで緑が走ってきて、合わせました。これは素晴らしかった。しかし、すぐですね、4分後ですよ、もう。完全に抜けられて、キャプツバナビのディフェンダーだな。ああ、完全に前に出すぎてたな。さあ、これもチャンスだったんですが、壁が厚い。そして窓か。なんとか逃れます。あんまり身になる試合ではなかったよな。これさ、また3位に落ちました。さあ、次はですね、ジャパンカップの1回戦ですね。富山ミラージュと戦います。トーナメントなので、これは一戦一戦、負けると終わりなので、投入していきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。